ゴシニの作品である、プチニコラのキャラクターがあしらわれた看板ラッキー・ルークの10ユーロ、記念硬貨、ルネゴシニ通りの標識。ルネゴシニは、パリ生まれのポーランド系フランス人作家、編集者。漫画原作者としての代表作は、アステリックスと、ラッキー・ルーク、プチニコラなどがある。日本では、ルネゴシニと表記されることもある。ルネゴシニは1926年に、 フランスのパリにて、ポーランド出身のユダヤ教徒の子として生まれた。父は、ワルシャワの科学エンジニアで、母はポーランド第二共和国のジトーミル近郊にある、コーダーカオという、小さな村の出身者で、二人は1919 19年に、結婚した1920年12月10日、ルネの兄にあたるクロードが誕生し、その6年後に、ルネが誕生した。 ルネ誕生後の1928年、父の移動に伴い、一家はアルゼンチンのブエノスアイレスに移住したルネは、現地のフランス人学校で学び、楽しい幼少期をそこで過ごした。この時、彼は、自らの内気さを克服すべく、クラスの同化役を買って出た。読んだ本の差し絵に感銘を受けたルネは幼くして、絵を描き始めた。 ルネが17歳で学校を卒業してから2年後の1943年12月、父が脳内出血のため亡くなり、彼は自分で仕事を探すことになった。翌年に彼はタイヤ修理工場の会計助手の職を得るも1年で解雇されたため、広告代理店へイラストレーター見習いとして就職した。ルネは1945年、母とその兄弟であるボリスと共に、 アメリカ合衆国のニューヨークへ移住した。アメリカ陸軍の徴兵から逃れるべく、ルネはフランスへ渡り、1946年にフランス陸軍へ入隊し、オーバーニュの第141山岳風評部隊へ配属された。上位兵長の推薦を受け、ルネは連隊のイラストレーターとなり、陸軍のポスターやイラストを手掛けた。1967年に、 ジルベルト・ポラーノ・ミロと結婚。翌1968年に、娘アンが生まれた。後に彼女は作家になった。ユネスコのインデックストランスレーショナムによると、2008年4月現在、ご死にの作品には1800点の翻訳版があり、世界で22番目に翻訳されている作家とされている。ありがとうございます。